さあ、行きましょう。トゥームレイダー3。ごめん。それじゃなかった。ごめん。3のインターナショナル。そっか、ララさん、後ろ向いて運転はしないんだ。バック運転はしないですね。オッケー。それだけ分かっただけでも、今、俺がミスったのは、1、2、よしとしましょう。絶対俺許さねえからな。このメリコミ、なんつうんだろうな。もう表現できねえもん、俺、口で。メリコミ、天井にメリコミ運転女さん。絶対許さねえ。まあ、女さんを許さないんじゃなくて、これ作ったやつ許さないだけなんですけどね。で、とりあえずここでいいんだよね。それはいい。それは何の問題もない。それはいいんだ。で、多分どこかのレバー入れれば、あれがガタンって上に行くはずなんですよ。まあ、そのレバーが、そこにあるレバーだと困るんですけどね。それはありえないと思うんで、それやったらね、まあ、クズですね。よし。二度目はない。はい。いいよ。いいよ。おい、ちょっと待って。じゃあ代わりに僕休憩入りますね。ちょっとやめてもらっていいですか。人数足りてない現状で、結局人が足りて、人を増やさないといけないのに、そこで人減らされてると困るって。もうまあいいや。よし、これならいけるのか。え、いける？いけるのか。俺はいけるのか。ちょっといける自信がないぞ。いや、だからわ、え、わ、ん、わ、ん、え、ん、わ、ちょ、待ってくれよ。ちょっとこれどう、え、なに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 。え、なんでだよ、なんでだよ、これ、何がどうなってんのか、俺にはもうさっぱりわかんないっぴよ。なんで掴まないかも、俺にはわからない。怒ってないんだよ、別に。俺はこのトゥ、お腹すいたな。お腹すいたから怒ってるのかもしれない。お腹すくとね、イライラしちゃうから。で、さよりもね、言ってたし。さよりって誰よって思ったら、ドキドキ文芸部見てください。パート5、6ぐらい前見るとね、なかなか腹のくくった動画が見れると思うんで。なんかある？もう別に悪口はいくらでも出てくるけど、今んとこないんですよ。なんかいろいろあったんだけどね、やり出すと忘れちゃうんですよね。じゃあ、暗い話でもしようか。基本暗黒、自称暗黒騎士なんで、暗黒騎士で別にその暗い話をするから暗黒ってわけじゃないんですけどね。ずんぐり。そういえばさ、それが治ったからなんだっつうの。俺は次の、どこのステージに行けばいいの？次は。まあ一応戻ってみるか。ここからだと俺は戻るしかないからな。二度目はないって言ったけどさ、これで失敗するとすごい恥ずかしいんだよね。怖いから、ちょっと。頭もう、ララさんを信じて送り出すしかねえんだよな、こっちは。ここどこだっけ？こっちじゃな、ん？あ、こっちじゃなかったね。上だったね。ごめん、暗い話の話は、おお、忘れてしまった。
なので、じゃあそしたら、じゃあ満を持して、こうなんか話がなくなった時に温めていた、悩みと痛みの話、宗教の話、特殊性癖の話、理解と認知の話、まあ、いくつかあるんですけど、どれがいいですか？何分？終わりそうな話からするか、せっかく。あ、ちょっと待って待って待って。その前に、どこ行きゃいいのかだけはちゃんとさ、どこ行きゃいいんだろう俺。どこ行きゃいいんだろう俺。一回戻る？ちょっと待ちな。ちょっと方向性が定まってからにしようぜ。ダラダラ話すのは。いや、わかんねえ。現代のララさんとか、5くらいまで行くとなんとかなんのかな？運転からのね、こうツタつかまりなんかは多分やれると思うんだけど、まだ3のララさんね、そこまでやれる気がしないんだよな。そこまで俺はララさんを、なんだろう、酷使できない。ので、ちょっと申し訳ねえんだけど、なんかちょっとコメントの中にね、謎のこれスパイロ昔のやつじゃねえか。ちゃんと消してよね、あるじゃん。はい、じゃあ満を持した宗教の話でもしようか。ちょっといろいろこうネタというか、話を作ってる時にいろいろあるといろいろ困るんだよね。まあ、宗教の話って言っても別に大した話じゃないですけどね。知ってる人はもう多分聞いたことある。多分3回も話してたかな。10年経ってるんで、3回くらいは話してるかもしれないですけど。何から話そうかな。あ、最近なんかラップなのかな、なんか、グループもね、なんか復活してるのかな。なんか話題あったし、まあ、ちょうどいいか。今なら宗教の話できるやん。俺は関係ないんですけどね。この辺ね、学会の人多いんですよ。というのも、近くにね、あるんですよ。講堂みたいな。入ったことないですけど。まあ、講堂があるの知ったのも結構俺はね、年いってからなんですけど、まあ、なんで知ったのかっていうのを一に言いますと、まあ、いくつかね、理由はあるんですけど、どっちが最初だったかな。まあ、あるのことね、知ってるくれてる人だったら、まあ、ここは降りても大丈夫なところがいると思うんですけど、まあ、肺が悪いんですよね。体が悪い。肺が悪くて、入退院とかって結構繰り返して、1、2。あ、え、ちょ、ちょっとごめん。なんということでしょう。この話はやめようか？行こうか？血が出ても行こうか？つか、なんで俺死んだんだろう。それも考えないといけないしな。まあ、今もね、こう、危機的状況、ベッドの数が足りない、病院のね、ベッドの数が足りないなんて言われてるし、俺全然知らなかったんですけど、この辺病院少ないらしいんですよね。ああ、もうちょっと待ってね。これが、ここが何？ここが俺を邪魔してきたの？1、2、この柵が俺を邪魔してきたのか。お前か。お前が諸悪の根源なんだな。で、今下に、地面があったから、それをどうにかするのか、つか落ちればいいのか。足元見なきゃダメか。上ばっかり見てるとしょうがないか。ね、意識高いやつが上ばっかり見てるのと一緒で、俺はちゃんとね、地に足がつかないか。まあ、昔からね、こう、病院の数とかベッドの数で足りなくて、たらい回しって昔からあったんですよ、普通に。で、俺もちょっと具合が悪くなって、入院するのが
もうさっさと入院しないと死ぬでっていう感じの状況だったんですけど、まあ当然ながら病院が見つからないと。ああ、おいおいおい死ぬわ俺という感じだったのが、まあ、高難の時かな。高2か高3高の時かな。割と入院してたですけど。まあいいや。で、そこで、ああ、MP5 は取り出しおっせ。なんですけれども、うちの、もう幼稚園の頃からママ友さんが、やっぱ学会の方で、まあ、それが関係してるのかわかんないですけど、まあだから選挙の時とかも、よろしくねって、応援とかにね、ちょっと来る。わざわざね、こう、お友達のつてとかなんかで訪問とかしたりして、すげえなって、政治すげえなって、まあちっちゃい頃はね、思いながら来てたんですけど、まあそれはそれとして、普通にね、仲いいで、全然その辺は問題ないんですけど、なんか今度もね、なんかランチ行くとか言ってたし、まあ、それくらい長い付き合いなんで、一概にね、その俺は別に今から別に俺言うのは危険だとかなんとかやばいとかそういうことを言うつもりは一切ないんで、基本的になんだけど、それのつてなのか、なんかね、数百円納めてたらしいんですよ、そこに。俺これどこから行けんだっけ、あ、降りていいのか。なんかね、その病院何かにも、どこ、その学会に納めていたのか、学会の息のかかった病院に納めていたのかわかんないんですけど、なんかね、5、600円納めてたんですよ、らしいんですよ。そしたらベッドが空いたんですよ。はい、どうですか、そういう話まずそういう話、地獄の沙汰も金次第とはよく言ったもので、なかなかこうすげえんだなっていう、まあ後から聞いた話なんでね、俺は助かったと、事実としてね、俺は助かりました、こういう理由があってベッドが空きましたと。で、入院して、手術して、まあ、で、俺が今いるわけ、みたいなね、赤さんの画像が出てくると思うんですけれども、まあ、そういうこともね、あると。うん、なかなか。これを、なんだろう、まあ、どう思うかは自由だし、別に何とも思わなきゃ何とも思わないでいいし、俺も別に何とも思わない、まあ、金かって。金っていうわけじゃないんだけどね。5、600円なんで、5、600円で救われた命です。俺の価値は500円。500円か。俺の価値500円か。まあ、いっか。500円でも。500円でも高いかもしんねえな。っていうのが1個ね。まだあんのかと。あるんです。あるんだな、これが。なんて言ったってこの辺ちょっと多いんで、それが。高校生の時、また高校生か。高校の時に、高校じゃねえかって。出来のいい子がいたんですよ、男子で。顔も良くて、運動もできて、頭も良くて、いや、すげえなって。もう感心しかない。で、性格も良くて。なんか、そうね、なんか、いい男を絵に描いたような、人だったね。穏やかな人でさ。で、高校の時知らなかったんだけど、大学どうしたんだったっけな、俺が大学、ね、チャランプラに大学やってて、ん？あ、これそのまま渡れっつってんのか。チャランプランだ。あ、ちょっとごめんなさい。本当にごめんなさい。セーブさせてもらっていいっすか？自分セーブいいっすか？ちょっと待って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 。何分？まだ14分でしょ？まだ宗教の話できるやん。で、降りたら死ぬもんな、だってさ。ドラえもん、どうしよう。どうしよう、もう。はい、セーブクリスタル。ちょっとセーブさせてもらっていいですか？ちょっと待って。はい。ダメ、無理無理、ダメ。別にやり直すのはいいんだけど、動画になんねこんなんじゃ。あ、ごめん、ボタン間違えちゃった。一瞬の油断が命中ですよ。ゲームだから許されるけど、これがね、
現実問題だったと思ってくださいよ。このボタン一つでこう失われる命もあるかもしれない。あの集中しましょうね。何かの時は集中した方がいいですよ。大学に多分通信かなんかで行ってたのかな。そのまあやっぱその学会の大学があるあるんですけど、都内にどっかに。そこには確か彼は行ってなくて、オープンキャンパスじゃなくて学園祭かなんかにね行きたいっていう話があって、一緒に行ってくれないかっていう、ね、話があったんですよ。で俺はまあ夏休みだったのかな、夏休み近く夏だったと思うんですけど、まあ、別にやることねえし、そのそれを聞いて初めて、あ彼はそういうタイプの、ちょっと待って俺ここから何すりゃいいの、あ、え、俺大丈夫？積んだんじゃないの？それブロック押せる？あ、やべ。やべ。え、やっちゃったんじゃないの俺。え、でもちょっと待って、これな、何、あ、ん？お前やろ。あ、うっそ。あ、壊れない、マジか。お前みたいなやつがいるから足場を作れるんじゃねえの、マジかって。うわーやべ え、おここに来て迷子になるとかある？あるの？多分ないでしょ。でまた俺バカにされるんでしょ。非人間的扱いを受けるんだろ。別にいいんだけど、それはそんなことはね、もう慣れてるんだよ俺は。あ、なんか下開いてね。重要なのはそんなことじゃない。だがこれに何の意味がある。なんだ何すりゃいいんだ。話を続けようか。まあ、行ったんですよね。その、学園祭かなんかに、すげえ雰囲気いい大学。やっぱね、雰囲気って大事だよね。私、雰囲気大好きなんです。俺が行ってた大学って、なんか、ちょっと、まあ、福祉系っていうのもあったんだけど、なんかね、ちょっとね、施設系の印象がね、あったんですよね。まあ、そんなに、多分金かかってない大学だと思うし、金かかってない大学はいいんだけどさ、まず俺と、そのさ、網やみ何の意味があるんだろう。網やみに意味があるんだと、ちょっと待ってさ、そこに、俺さ、そこに行きた、ちょっと待ってよ。え、俺さ、その下にめり込みたいんだけど、それはさせてくれないの？俺の気持ちに答えてくれないの？私の気持ちには気づいてほしいのに。そんなの無理に決まってんじゃん。だってさ、もうちょっとごめんだけどさ、どう、何、何分、18分、大丈夫、まだ死ねる、あと10分死ねるからね。これ前回のバトルでも言ったけど、まだあと10分俺死ねるから。ね、いわゆるドラマに出てくるような大学、なんかね、並木道みたいなのが一本ザーってあって、すごいでっかい、やっぱすげえ敷地広くて、あ、大学だって。なんかちょっと大人の男女が通ってそうなね、おしゃれな男女が通ってそうな、こうファッショナブル。めり込みたいな、めり込みたいな俺。1、2、そこにはめり込まなくてもいいのく。ちょっと待って、あれちゃん、ほん真面目に考えてくんねえかな。真面目に考えてんだよな、いつまって。いつだって俺は真面目なんだよ。真面目にふざけてるだけなんだ。勘違いするんじゃねえ。そこの、俺下に行きたいんだけど、ちょっ
と違うイメージ、俺がなんか思っていたのと違う、イメージと違う。これじゃあ多分ダメだよね。待ってくれ、ちょっと待ってくれ。やっちゃったのかな、これ。その並木道を抜けていくと、やっぱり行動があるんですよ。スルスルスルっと。そしたらさ、まあ俺も怖いもの見たさで行ったんですよ。何されるのかなって、もしかしたら帰ってこれないかもしれないなと思いながら、並木道をね歩いて行って、行ったらさ、もう体育会系のテンションでさ、お兄ちゃんスーツ着た、お兄ちゃんが夏場でさ、スーツ着て、お兄ちゃんがもうこんにちはって、こんにちはっつってさ、迎え入れてくれてる、迎え入れてくれたんですよ。あ、これもやべえなと。もう体育会系はやべえ、やべえなと。言わざるを得ないし、この状況俺生き残れるか、これ。ここから入れる保険はあるんですか。でもじゃあなんでここに、あ、これやばいんじゃねえかな、これ。ここから入れる保険あるんですかね。やばい気がするな。多分どっかのレバー入れて、そこもはしごにして、でじゃないとそこに行けないんだよね、多分。ここに行けないと思うんだよね。でそこに行くためのでもそこに行くためのレバーってどこにあったの。やばいよ。どっかにあったのかな、なんか別のルートがどっかにあったのかな。やっちゃったかな。でもこのゲーム積んだんじゃないのって、ない、割とないはずなんだよな。じゃあ入りましたと。この体育会系のお兄ちゃんがね、こんにちはってめっちゃでかい挨拶してるんだが、行動の中入ったんですよ。ああこれはもう釈迦に説法だなと。俺はいっぱいどんなね説教を聞かされるんだと思いながら入っていったらさ、畳のね空間がありまして、ちょっとじっと待っていたらさ、半端ねえラッパーが出てきたんですよ。ラッパーですよ、ラッパー。畳の上でラップするですよ。やべえぞと。なるほど、音楽が世界を救うってことかと思いながらね、もう戦々恐々で見てたら、まあ生い立ちを語り出して、まあそこで言う話って、まあ別にそのまあありきたりというか、まあ、自分はね良くなかったと、出来が悪かった、なんか薬物とかなんかいろいろこう とにかくねダメだったと。ダメだったんだけど、お祈りし始めたら人生変わりましたと。以上です。はい、それだけです。で今はね、その世界的な、そこ行けんのかな、世界的な女だったら、そのここ登れんのが いけんのかな。世界的な女でもな、乗れるものと乗れないものは決まってるからな。1、2、乗れねえじゃねえかよ。じゃああれは何、意味のないはしごなのかな。意味があろうとなかろうと、多分そこにねレバーとかスイッチは絶対ないんだよな。何分、23分、まだあと10分死ねるじゃん。話はまだいけるけど、まあそういうね、かいつまんで話すと、まあそれだけだったっていう話なんですよ。で2人目出てきたんですよ。なんかね、昔、それこそもう 俺が大学生の時だから本当昔の話なんだけど、テレビ CM、 車のテレビ CM かなんかを歌ってたやっぱりラッパーの人が出てきて、当時ラップ流行ってたのかな、ラップバトルとか流行ってたんですかね。ちょっとやっぱ疎いんで俺、ね、エミネム先輩ぐらいしか俺やっぱ知らないんで、ラッパー2とあとイニシャル D とかやってるムーブねぐらいしか分かんないんで、あれなんですけど、やっぱり同じことを喋ってました。同じようなことを喋ってました。もうお祈りをしたら人生が良くなったと。以上なんですよね。話なんかね、もう聞いて、俺は話聞いてないんですよ、話が。話半分の、俺はどうにかしては、なんか悪さ、どうにか悪さしてくんねえかな、悪さで。なんとかインチキできんのか。っていうか、こっちから入らないとダメ？もう一回降りちゃうともう出られなくなっちゃうのかな。
で、まあ、そこの大学に通っている、その、じゃあ名前を A 君としましょうか。A 君の先輩とかも、なんか、いたりして、こう、お話とかね、普通にしてたりしたんですけど、まあ、そろそろ終わって、雑談のタイムになると、まあ、ちょっと雲行きがね、やっぱ怪しくなってくるんですよ。いや、ちょっと待ってよ。ああ、そうか。ダメなのか。まあ、講演が終わると、いい話をしてくれた人に何かね、白い分厚い封筒がね、渡されて、ああ、分厚い封筒じゃなくてもいいんで、俺には正しいルートが書いてある、本当ちっちゃい紙でいいんで、それが欲しい。ちっちゃい紙が欲しい。俺には、今。渡している光景を目の当たりにして、あ、やべえなと。すげえなと。世界で活躍してるような人が、あんなのいらないぐらいのね、こう、分厚いね、封筒をもらってたんですよ。まあ、それはいいんですけど、まあ、お礼とかね、気持ちなんでね。それに関してどうだっていいんですけど。まあ、結局ね、一緒にやりたいと。あるちゃんも一緒にやりたいと。あるちゃんと一緒にやりたいと。こう。いや、無理なんですよ。話、やっぱ俺話半分しか聞いてなかったからさ、早なきゃさ、1、2。その A、あぶね、A 君も、その朝起きてさ、朝起きて、早速ね、活動してるんですよ。何してると思います？お祈りしてるんですよ。1時間って言ってるかな。ただでさえ俺さ、朝起きれねえっつってんのに、朝からさ、まず俺朝起きられないんで、その活動がまそもそもできないんですよね。で、おまけにさ、言っちゃなんだけどさ、お祈りするってことは何かにお祈りするわけでしょ？そのお祈りするものってさ、買うのかなって。 まあ、その辺になってくるとね、話が怪しくなってくるんで、もう、あれなんですけど、朝ね、1時間？その子ね、普通に部活とかやってて、朝練とかもがっつりやってたと思うんで、高校の時、それを考えると、まあ、高校の頃からね、熱心にやってるのかちょっとわかんないですけど、だとすると、朝、何時起きよっていう。朝、4時5時なのかな？ 5 時起きからだって1時間お祈りして、5時、6時でしょ？で、そこから、まあ、自転車か電車かで、まあ、学校来て、高校来て、朝練やって、勉強して、頭は良かった子なんだけど、まあ、よく居眠りとかもね、してたんですよね。それを考えても、寝るわなっていう、って思ったんだけど。やっぱ戻れないな。なんかするとちょっといけそうな感じもするけど。ここ、あれ？ここじゃねえ。出口は？どこだった？あ、やっぱもうダメか。いけないか。そこも登らせてくれないんだよね。ああ、がっつり。こんなとこがっつり俺ガードさせられてるんだ。うぜえな。でも、そんなこんなでやっぱさ、そもそも俺は、特に宗教入ってないし、今も昔も入ってないし、やる気もないし、朝起きられないしっていうね。よっぽど大事な用事じゃないと朝なんて起きないし。俺がだって今朝起きるっつったら、誰かと遊びに行くための準備か、銀行行くかのどっちかですからね。あ、まあ、しゅ、しゅ、まあ、しゅ、仕事はまあ置いといて。ね、銀行行くか、ララさん、ちょっと動きが不自然、大丈夫か。ほんと、それぐらいですからね。それが急にね、朝起きてお祈りはちょっとできないなーって。
1時間だって、その1時間あったら俺寝るか遊ぶかしても、そこに降りられるかな。その下さ、降りても大丈夫そうじゃない？いけるよね。で、1、2、なんかね、でもこれ登ってもシークレットなだけな気がするな。30分か。先に聞いときます。積んだんじゃないのこれ。大丈夫ですか？シークレットじゃねえ。え、何の意味があるのこれ。まあ最後まとめじゃないけど話すと、あのその後さ、その講演してくれたさラッパーのお兄ちゃんまでさ来ちゃってさ、あ、これは俺はちょっと行動の裏の事務室に連れて行かれるのではないかと命のあの危険は感じたんですけど、あのご縁をこと言葉としてね、縁を使ってきたんですよ。まあこういうのも縁だからどうみたいななるほどと。でも縁があるんだったらここで断ってもまた次もあるんじゃないですかって、オタク特有の早口で返したら、まあその場はね、あの収まってくれて、俺はね無事傷一つなく帰ってくることができたんですけど、傷一つなくここには帰ってこいだけど、俺は積んだんじゃないのかこれ。ここで何か必要なことがあるとは思えないし、まあ、あすげえ、これ銃構えたまま死ぬるんだ。それは一つまたいいものが見れたな。まあ、なんてね、ちょっとした社会科見学があったっていうのがお話ですね。だ別にその誰が何しても別にいいんですけど、あの別に宗教に限らずなんですよね。例えばゲーム、知らないゲームとかあんまり興味なさそうなゲームをリクエストされても、やっぱなかなか俺も手つけられないし、面白そうなゲームだったらねどんどん手出していきたいしとか、結局それまあそれものの延長線なのかなって。大学で普通にサークルとかなんかローラースケートホッケーかなんか誘われたけど、日焼けするから嫌だっつって行かなかったし、まあ、その程度って言うとちょっと失礼に当たるかもしれないけど、まあ、お誘いを受ける側はそんな感じの感覚でもいいのかなと思います。あんまりこう気負わないというか、まあ、あとは誘う側の品によるけどね。だから、R のままも、その人のとずっとお友達し続けてるってことは、常識的、良識的な、ね、関係を築いてるから、まあ、すごい面白い人なんですよね。やってるんだと思うし、その、幼稚園の子のお友達なんで、俺はあんまり信仰、なかったんですけど、ママさん同士だけ仲がいいっていうのもあってね。息子さんがやられてるかはわかんないですけど、うん。なかなか、まあ、難しい話ではありますけどね。自分が入るのか、例えば、まあ、生まれて、2世っていうのかな、もう生まれてこの方ちゃんともう最初からね入ってる、うちは、うち何宗なんだろう、浄土真宗なのか、ね、仏教なんで、まあ、仏教ってちゃんとやってるわけじゃないけどね、墓があるだけなんで、もしキリスト教とかに入ってれば2世3世のキリスト教とかになるし、それがね、まあ当たり前に思えば当たり前だし、その辺の判断って、まあ難しいですよね。
あ、ちょっと待って。これ何これ？あれ？あるよね？これ何これ？え？あ、レバーがない。俺が見た幻影？俺が見た幻？夏の幻？積んだんじゃないの？